皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回は広背筋の機能とトレーニングをする際の注意点解説していきます。まあ、これまでですね、肩、三角筋と大胸筋とねやってきましたけども、まあ、肩の筋肉、胸の筋肉ときたら次はもう背中ですよね。男性の方でね、背中は別になくていいですっていう方いらっしゃらないですよね。どうせ鍛えるんだったら逆三角形のかっこいい背中になりたいっていう方が大半だと思いますので、その逆三角形の背中を作るのに一番重要な広背筋の機能とトレーニングする際の注意点をね解説していきます。三角筋と大胸筋のところでも申し上げましたけども、手っ取り早くですね、この種目を何セットやれば大きくなりますよと、効率よく筋肥大できますよという情報が知りたいっていうふうにね思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、何回も言いますけど、その筋肉の機能ですね、こういう動きで鍛えられますよと、だからこの種目が効果的なんだ、こういうやり方をするのが効果的なんだ、こういうところに注意しないといけないんだっていうことを分かった上でしっかりとトレーニングしていただいた方が何倍にも効率が上がっていくので、しっかりとね効率よくトレーニングするための準備だと思って粘り強くね聞いといていただければと思います。で、まず広背筋の機能ですね、どういった動きの時に広背筋が使われていくかというと、肩関節の内転、真横に上げた腕を下ろしていく、こっから下ろしていく動作、そして肩関節の伸展、上に上げた手を前を通して下に下ろしていく動作ですね。そして肩関節の内旋、90度に曲げたところから手を前に倒していく、あとはこういう動きもそうですけど、こういう肩関節の内旋でも広背筋は働きます。ここからはもうちょっとねこう補助的な動きになってくるんですけども、体幹の伸展という作用もあります。まあ、こうバックエクステンション、まあ、背筋運動みたいに背筋を丸めたところからぐっと伸ばす、背中を反らすように動かす、この動きですね、これでも実は広背筋というのは使われます。そしてその体幹の回旋、体幹をこうぐっと回したりとか、あとは体幹をぐっと側屈させる時にも広背筋って使います。そして最後は肩甲骨の下旋、肩をすくめたところから肩をぐっと落としていく、これらの動きで広背筋が使われます。じゃあそれを踏まえて広背筋のトレーニングをする時に注意していただきたい点が3つあります。1つ目は肩をしっかりと落とす、肩甲骨を下旋させるということにあります。先ほどの機能の説明で最後に肩甲骨を下旋させる作用がありますよと言いましたね。肩を上げたところからぐっとね肩を落としていく、肩甲骨を落としていく、この作用が広背筋にはありますというふうにお話をしました。なので肩が上がったままトレーニングをしていても広背筋って思うように使われないんですよね。この背中のトレーニングって実は肩が上がる局面っていうのが結構多いんですよ。想像してみてください。ラットプルダウンって上から引くんで一番伸ばしたところって肩が上がるじゃないですか。懸垂もそうですよね。最初ブランってぶら下がると肩上がるじゃないですか。肩のとこ伸びて上がってきますよね。ここから肩が上がったまま引いてくると広背筋って思うように使えないんですよ。なので特に上から引いてくる系のラットプルとか懸垂みたいな種目をやるときには肘をぐっと引いてくる前に肩をしっかりと落として肩甲骨を下旋させてから肘を引いてくるというのが非常に重要になってきます。これね実はちゃんとできてる方なかなかいらっしゃらないので、できるようになるまでは粘り強く練習してみてください。ラットプルダウンやる前に万歳したところから肩を上げて落とし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 て胸を張りながらしっかりと肩甲骨を落とす落とす落とすっていうのをウォームアップでやっていただくのもいいと思います。で、その感覚でしっかりと肩を落として引いてくる、肩を落として引いてくるっていうようにね、やっていただくっていうのがおすすめです。で、当然ローイング系のね、前から引く種目でも肩が上がって引いてしまうと広背筋って思うように使えないので、しっかりと肩を下げたまま
引いてくるということを意識してねやっていただければと思います。そして2つ目なんですけども、これはね特にローイング系の種目で言えることなんですけども、肩をしっかりと引くということにあります。ローイング系の種目は逆に前へ習えした姿勢になるので、肩が前に引っ張られますよね最初の時。例えばシーテッドローなんかもね、ケーブルで前に引っ張られるので肩が前にこう行くわけなんですよね。肩が前に出たまま引いてきちゃうと広背筋って使われてくれません。なのでしっかりと肩ごと引いてくる、肩が前に出たまま引くんではなくて肩ごと引いてくるとしっかりですね広背筋が使えるようになります。なかなかねこの意識も難しいので、ローイング系の種目やる前に前習いしたとこから肩を引く、胸を張って肩を引く、肩を引く、肩を引くっていうのをウォームアップでやっていただくと感覚がつかみやすいと思います。ぜひ、ね、意識してみてください。そして最後3つ目なんですけども、代償動作を抑えるっていうことにあります。代償動作なんだっていうことなんですけども、簡単に言うと反動を使わないっていうことですね。ラットプルダウンなんかね、こう疲れてくるとグッと体を丸めるように腹筋の力で下ろしてきてしまう人とか、勢いよく体を後ろにね振って倒す勢いで引いてくる人とかいるんですよね。こういうことをすると実は頑張ってる割に広背筋に刺激が入ってくれないということになります。ローイング系でもね同じような代償動作ってあったりするんですよ。ここから大きく体を後ろに倒しながら引く、大きく倒しながら引く。確かにこの動きでも広背筋に効いてる感じとか、ギュッとね最後ね収縮してる感じってあると思うので、こういうやり方したくなる方いらっしゃると思うんですよ。先ほどの機能のところで説明しましたけども、体幹の伸展、体をね反らせる動きでも広背筋って使うので、まあそういう意味ではこう理にかなってるっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけども、体幹を伸展するっていう機能はメインでやるのは広背筋ではなくて脊柱起立筋という別の筋肉なんですね。なので広背筋のためと思って上半身を大きく倒すようなフォームでローイング系の種目をやっていると、実は脊柱起立筋、他の筋肉に刺激が逃げてしまっていて、広背筋にね頑張ってる割に刺激が入っていない、そういう状態になってしまう危険性が非常に高いんですね。なので必ずねもう上半身が全く動かないようにしっかりねこうガッチガチに固めたままやれっていうわけではないんですけども、必要以上にそのしんどくなってきた時に反動を使ったりね体を大きく動かしたりしてウエイトをね上げるようなことがないようにだけ気をつけていただければなと思います。基本的にはもう体はねしっかりと安定させたまま動作を行っていただくっていうのが大事になってきます。ということで今回は広背筋の機能とトレーニングをする際の注意点について解説をさせていただきました。他にもですねこの部位の注意点解説してほしいということがあればコメントよろしくお願いします。ビリジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄にお得な情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。